はい、日本に帰ってきまして、すぐにニューラルドルフィンさんに来ました。何にもやってないですけど、今 6000m、 だいたい高所順応の効果は1ヶ月って言われてるんで、これここで味わった感じと、今回が7000-6000m 以上の頭のどんより度は全く同じでした。だからすごく、なんだこれ、クリティが絶対に諦めない夢、なんだこのグッズ、でのエベレスト登頂、なんだこれ、面白い、夢に見た世界最高峰の頂き、あのグッズ買わないといけないですね。こういう呼吸をするからすぐ水分使うんですよね。口で呼吸するから2リットルすぐ使っちゃいます。そうするとすぐ酸素濃度上がるんですけど、一気に使っちゃいます。だから水は重要。これ87まで行っちゃいましたね。これ6300ぐらい、6300ぐらいです。やべ、57だ。血液に水分をたくさんしないと、血液が固まって固まって脳がに血栓ができちゃうみたいなんですよね。だいたい酸素濃度は70を保っておきたい。あ、根下がいて分かったんですけど、こういうような状況でも一歩一歩前に進めないと進めない。今日はミエラドルフィンさんの後、うちの新宿店に来てます。そうだな、これもうちで今販売してます。この辺り顔につける系は全て、うちの新宿はちっちゃいんですけど、そうだな、看板いい具合に錆びてきたかな、これ。これが錆びれば一番いいんだけど、馬刺しと、馬刺しとアック、なんで私を映したんですか。馬刺しとアック。